節分の豆まき。そう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 。そうですそうです。節分の豆まきです。わかりました。こんにちは。よろしくお願いします。ああやってあれごとまいちゃっていいんだ。そうだね。入っちゃっていいわけ。そうそうそう。入っちゃっていいんだ。すごい柔らかい。今日は結構増えましたよ。冬野菜ほとんど大根、カブ、ラディッシュ、レタス、ね、全部あ、端っこの方を入れるといいみたいです。あ、そうですか。牛にやられちゃうからね。あ、そうですか。これからやるのかな。混ぜ込むから。そう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 。料理も畑作業も同じだよ。混ぜる。うまいですね。すごい楽しい。こういう作業がいいですよね。心にいいですよね。そうですね。インド生活。難しいでしょ。うん、重なっちゃいけないんだっけ。これさ、種の巻き方が2種類なかった。だからその、あの大根の時と。これはパラパラでしょ。うん。ワンというところがいいね。ね。電車の中持ってきた。はい。はい、ありがとう。いただきます。いいね、いいね。うん。おいしい。握り具合もちょうどいい塩梅、ふわっとした、うんうん、土井先生流、うん、いいね、うん、作業終わった後美味しいね。労働なんだな。うまいね、やっぱね。結構鮭が大きくて。大きくどんどん入れた。いいね、満足度高いね。高いでしょ。うん、高い高い。で、梅干し？そう、梅干し。はい。
り労働などは塩分。塩分、塩分 OK。 いいね、外で食べるってね、うん、はい、どうぞ。はい、ありがとう。うん、またこういうとこ行ったらコーヒー格別だね。おいしいね。ここへ来る正しいものなんかね、プラスアルファの方が大きいかもしれないね。野菜の成長もそうだけど、ここへ来る楽しみ、通勤、通勤、通勤。そうだよね。お次します。
れ様です。お疲れ様です。さよなら。美味しいね。労働の後のビールが美味しい ね。天気良かったしね。結構汗かいた。過ぎたのにね。じゃあいただきます。いただきます。来年の夏はうちのトマトがここに。レタスもあ、レタスもか。レタスは年内にうまくすれば、うまくすれば、ね、年内に開けたて。汗かくと油物が欲しくなる。そう、いいことだよね。ね。美味しい。自分で作っといて美味しい。まずは塩。イチョウトマトは水耕栽培って感じ。本当、うん、うん、甘い。辛い。美味しいよ。美味しい。美味しい美味しい。もう絶対今日は唐揚げって決めてたから。苗植えて種をまいて一安心。あとは天候次第。全滅になる可能性もあるんでしょ。いつね。ガーンってやつ。うん、でもさ、食べきれなくなったらどうしようとかって話しててさ、できなかったらどうする？ね。ありがとう。なんだってさ、まあ、300円ぐらいあれだけどさ、水やりの代行もしてくれるじゃない？だから旅行とかもさ、行けるし、あとちょっといろいろとこう行けない時とか。それが助かるよね。助かる。医療もね、うん、お願いできるし。2つ借りるよりも大きいの一つの方がいいと。2つ借りたら大変。専業農家になる。廃業しなくて、今の仕事廃業になっちゃう。廃業になっちゃうね。でもなんといってもその行くの大変、確かに大変だけども、仕事楽しい、ね。でもすごい楽しいし、楽しい。一回ちょっとお茶をしてこようとか、そう、お昼を食べてこようとか、そこにつく、それがね、おまけが楽しい。そのおまけが楽しいよね、うん、あ、ごめんなさいね、気がつかなくて。いい、手酌で。おいしい。夏やってたらもっと。来年の夏は結構ビールの量、消費量増えるかもしれないね。そしたらビールサーバー。うん、ぜひ。キーなんとかのビールサーバー、ぜひやりたいね、うん。全然味が違うんだって。違うっていう話。きゅうり、かぼちゃ、とうもろこし、モロヘイヤ、例えばレタス系とか、ナッパなんかね、夏の。あとあれできないのかな、なんだっけ、
じゃなくてヘチマじゃなくて冬瓜、冬瓜じゃなくて夏のかんぴょうだウリカ、ウリカになるのかな、あのほら黄色があったりこの緑パプリカ、細長いやつ、ヘチマ、ヘチマじゃない思い出せない、あ、ズッキーニ、あ、ズッキーニですね、いいよね、もうやりたいな、オリーブオイル、ニンニクのそう、そう、うわ楽しみだな。